ブギウギ、シュリスズコの出生を泥水暴露でも二郎丸、石倉三郎に名演技、喝采。超ドラ5止めのおじさんの超リアル感。俳優のシュリ、33がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、ブギウギの第20回が10月27日に放送され、朝ドラ常連俳優の石倉三郎、76の演技に絶賛の声が寄せられた。 同作は109作目の朝ドラで、武義の女王と呼ばれた戦後の大スター笠木静子さん。1914から85年70歳没がモデル。首里演じる大阪の下町にある小さな銭湯の看板娘、花田鈴子が戦争の苦難を乗り越え、福来鈴子としてスターへと駆け上がる姿を描く。鈴子と黒崎交代。 21演じる弟の六郎は、柳葉敏郎郎、62演じる父梅吉と水川あ美四40演じる母津屋の故郷である香川を訪れる。鈴子が小学生の時に訪れて以来の訪問だ。津屋の実家では、三林京子、72演じる祖母の大西としら親戚たちから、梅吉と津屋が大阪に引っ越した理由などの昔話を聞くが、 六郎は鈴子と自分が本当の兄弟かどうか香川で確かめようとしていた。翌日、鈴子と六郎たちは法事に出るために、石倉演じる地主で地域の顔役を務めている二郎丸和一の家を訪れる。二郎丸は鈴子を前にすると、ようにとると彼女の方を嬉しそうに触れるも、和一は妻にたしなめられる。 工事の酒の席では酒が入った二郎丸は鈴子に釈をされると改めてよう似とる。なあ菊三郎と同じ目や、と妻に同意を求める。さらに酒に酔った二郎丸は、孫と踊って何が悪いんじゃ、と暴れて主席は大混乱。めちゃくちゃになった主席から飛び出した後、孫って何何隠してるん、と西村彩子。 四十二演じるおばの鷹を問い詰める鈴子鷹は頭を下げながら、あんたはほんまはここの家の子じゃけんと告白。亡くなっている二郎丸屋の菊三郎の子であることが明かされるのだ。鈴子は、わてやったんとショックを受ける。鈴子にとってはショックな回となったが、菊三郎の不二郎丸役の石倉の演技には、三郎、 何言ってくれてんのとさらに思う W 石倉さんが終越だからでしょうね。田舎にあんなおじさんおる W。ドタバタ展開には石倉三郎がよく似合う。今朝のブギュウギ、何気に大惨事じゃないか。酔っ払った石倉三郎。可愛く踊る鈴子。乱入する六郎ちゃんの動物たち。 そして明かされる驚愕の真実。エモい。石倉三郎さん、空気読まんじいちゃんのめんどくささと、酔っ払いの辛味酒のめんどくささがほんと見事にめんどくさくて何度も見ちゃうわら。と称賛の声が殺到した。周囲は鈴子が菊三郎の子だということを隠そうとするのですが、二郎丸は空気を読まずに、開口一番ようにとる。 と言ってしまうところ、いい感じに酒が入って鈴子にお酌をさせたり、梅丸少女歌劇団員だからと言って縁石で踊らせるところ、さらに酒に飲まれて鈴子と一緒に踊ろうとしたり、孫と踊って何が悪いんじゃ、と暴れるところ、どこをとっても本当にいそうな面倒くさいおじいさん、おじさんといった具合で、 石倉さんはこのような役をやらせたら本当にはまりますよね。テレビ市編集者。